はい。それでは本日の最新の医学医療カンファレンスを始めさせていただきます。和歌山県立医科大学薬学部の平田と申します。よろしくお願いいたします。えー、今日のタイトルは、植物の、えー、と酸化ストレス防御機構を利用したアンチエイジングということでお話をさせていただきます。えー、個々の、えー、いろんな成分については、えーと、今日はちょっとお話をさせていただくのはやめて、まあ、アンチエイジングに対して植物の えー、そういった、えー、酸化ストレス防御機構機能がどう、えー、効くかというそういった話を、えー、させていただきますはい、えー、それではまず薬と食品ということで、えー、薬と食品の違いについて少しお話をさせていただきますはい、えー、薬っていう字はここに書いてありますように、えー、楽 という字の上に草冠がつきます。ということは、薬という文字は草冠に楽えー、草、すなわち植物ですね、を使って病気や気化による苦しみを和らげる、回避する。まあ、これが薬であるということになります。まあ今日は食品の話でですね、ちょっと後から食品と薬の違いの話をさせていただきたいと思いますが、えー、薬、えー、の反対は、 え、苦しいですが、これ苦いとも読みます。で、植物を使って病気や怪我による苦しみを回避するということになりますが、えー、同じように、その回避する薬が苦い。なぜ薬は苦いんでしょうかということで、えー、そのあたりがまあ食品との違いもありますんで、まあ、量や口にがしというような言葉もあります。いわゆる、人の舌にとって苦い味っていうのは危険信号です。 で、苦味というのは本来毒のあるものを示す味として認識されてまして、甘みや塩味に比べて、約1000倍も感じやすいと言われています。昔から、やはり人はいろんなものを食べてきましたから、その中で苦いものは毒なんだという認識っていうのが、非常に敏感になっているというか、そういうものになります。えー、じゃあ、えー、人類と薬ということですが、実は、えー、チンパンジーですね、類人猿も薬を使ってたという話もあって、本当に、 えー、有史以来というか、太古の昔から、えー、植物を薬として使ってました。で、まあ、今でも苦いものとしては、えー、モルヒネですね、麻薬のモルヒネ、ニコチン、テレペノイド、炭獣酸等があります、まあ。タバコの葉っぱをなめてみた人はいないかもしれませんし、モルヒネもなかなか、えー、お目にかかれませんので、苦いかどうかってよく分かりませんか、分からないかもしれませんが、えー、苦いです。 でそういう意味では、薬はもろはの刃ということで、ベネフィットとリスクがあります、つまり薬効があることと同時に、副作用がある、まあ、使いすぎると死んでしまうということで、リスクの逆化でいうと、薬ということで、薬にはリスクがあるよということになります。ですから、そういった作用、副作用、そういったバランスの中で、薬は使われているということになります。 で、えぇ、ー、摂取量があまりにも少なければ効きません。で、多すぎると毒になるということで、副作用、死に至ることもあります。ですから人、えー、人類というのは、長い歴史の中で薬というのを、えー、そういった形で、まあ、トライアンドエラーもあったかもしれませんが、えー、毒になりにくい使い方をしてきたということになります。で、えー、病気を健康でない状態とすると、薬だけではなく、 食品もこれを軽減改善できるということで、まあ、今日は食品の話ですので、このあたりから薬と食,、えー、食品の違いを説明させていただきたいと思います。まず薬ですが、もう一回定義をしまわしますと、まあ、これ、ブリタリカル国際大百科事典でありますが、まあ、辞書には、生物の機能に作用する化学物質、まあ、一般に病気の治療、診断、予防に用いられる薬剤のことを薬と言います。 え、病気や傷の治療のために、あるいは健康の保持、えー、増進に効くものということで、飲んだり塗ったり注射したり、まあ飲む場合が多いですが、えー、それだけでなくって、えー、注射したりもします。いわゆる医薬品です。で、一方で食品というのは、まあこれは苦かったら食べれませんので、多分苦くはないですが、人が食べるために直接使用できる、えー、食用可能な状態のもの、えー、植物とは限りませんが、まあ今まで、えー、 主に植物を食べてきたとということがありますもちろんお肉とかも魚とかも食べてきたわけですがまあ、えー、太古の昔から考えると食品の中心食物の中心は植物だったということになります。で薬と食品はどのように分けられるかということで単に苦い苦くないというわけではありません。 えー、薬と食品ということで、上の3つが、えー、医薬品になります、まあ、医療用の医薬品、用指示医薬品、一般用医薬品、まあ、一般用医薬品というのは、1類、2類、3類ありますが、まあ、いわゆる薬局で売ってる薬品になります。で、えー、それ以外に指定医薬、部外品というのもあります。で、一方、食品の方は、ここにありますように、大きく3つ、えー、特別用と、えー、食品、えー、健康機能食品、まあ、いわゆる特保と言われるやつですね。 それが含まります。あと一般食品、まあ、これ一般食品というのは、まあ、サプリメントとか健康食品という形で呼ばれているものということで、一般に米とか野菜とか、まあ、そういったものではなくて、えー、少し健康食品、サプリメントと呼ばれるものを一般食品と、そういった分類になっています。じゃあ食品の機能は何なんでしょうかということで、当然、一義的には栄養素ということで、これを取るとエネルギーになるということで、三大栄養素、えー、例えば炭水化物、 脂質、そしてタンパク質はありますが、まあ、それだけではなくて、まあ、ビタミンとか、そういうものもありますが、まあ、主に栄養素になるのは、えー、その、えー、タンパク質、えー、脂質、炭水化物の3つです。あとは、思考特性。まあ、なんといっても、えー、うまかったら満足するということで、思考特性もあります。で、3つ目です。これが非常に重要なところですが、 生理的機能や生物調整に関する関与する機能、まあ、薬とはまでとは言いませんが、やはり体を良くしていくとか、治、まあ、していくとか、そういうところに関連するものもあります。で直接薬品ではありませんので、食事にとって治すというのは言えないんですが、まあ、そういった機能もありますよということで、まあ、ここに書いてあるように、まあえー、栄養素とさっき言ったおいしいもの、えー、いわゆる色がきれい、えー、刺激的なもの、まあ、そういったものも、 二次機能にはありますが、三次機能は今、機能性食品、特王とか言われてます、血圧、血糖値、それを下げたりとか、コレステロールの値を上がるのを上昇、上がるのを抑えたりとか、そういうのがあります。ですから、三次機能の特性を持つ食品を機能性食品と大まかに言いますが、実は分類上から言うと、先ほどありましたように、いろんなものがありますよということで、先ほど示した通りです。 じゃあ、ちょっと細かく食品のところを見ていきたいと思います。はい、まず、1つ目の特別用途食品ということで、これは、まあ、どこかで見慣れたことがあるかもしれませんが、赤の枠のようなマークがついています。この中には、病用食品、あるいは妊産、授乳婦、乳幼児、園芸困難な、 えー、人のためのもの。まあ、こういったもので、まあ、特別に用途。まあ、まさに書いてある通りですが、特別な状況の人、なら人に対して使うものということで、こういったものがあります。まあ、詳しくはそこに書いてあるように、まあ、それぞれの、えー、用途に合わせて、形状とか味とか、そういうのを整えたものになります。で、二つ目が、まあ、これが、えっ、ー、と、今使われている主なものになりますが、健康機能食品ということで、えー、いわゆる、 えー、ごめんなさい、保険、えー、機能食品ですね、えー、その中に特定保険用食品と栄養機能食品、えー、機能性表示食品というのがあります、まあ、これが今、えー、いろんな表示も決まってますし、主、ま、な、あ、ところということになります。で、えー、これはさっき言いました3つの総称で、右の下にありますが、一般食品と医薬品の中間にする一定の機能を持った食品言ということになります。 ですから、まあ、一般の食品と医薬品の間というふうにお考えいただければと思います。それでは、えー、医薬品と一般食品、いわゆる健康食品も含むわけですが、その間にある、この保険機能食品を見ていきたいと思います。で、一番医薬品に近いのは、まあ、これは、えー、いわゆる、えー、そういった、えー、効果とかがうえるということもあるというのがありますが、 特別、特定保健用食品、そして機能性エフ食品、で、栄養機能食品、まあ、どんどん、あの、右に行くに従って一般の食品に、えー、近づいていきます。で、下に書いてあるのは、どのような扱いをするかということで、まあ、マークが決まってたりとか、届け出があったりとか、あ名称とか、機能を表示しないといけなかったりとか、いろいろ、個々の食品によって決まってきます。はい。 まずは特保ですね、特定保険用食品ということで、科学的に立証された特定の保険機能を持ちます。で、整理機能を持つということで、安全であること等について、国の審査を個別に受けて、内閣総理大臣が許可した食品で健康表示が可能。これは個別許可の形になっています。二つ目が栄養機能食品ということで、 例えば、ミネラル、ビタミンなどの、体の健全、体を健全に発達させたいとか、維持したいとか、健康維持したいときに使うものということで、これは、国が定めた規定基準に適合していれば、許可申請なしでいけます。で、栄養性、成分、機能表示というので、表示もできますということで、まあ、最後が、ま、一番、ま、軽いと言ったら、あの、あれです一般職員に近いものとして、機能性表示職員ということで、これは、 販売する事業者の責任においてですね、事業者の方で科学的根拠について評価を行って、消費者庁に届け出を行います。で、上が、えー、許可。で、2番目が、適合しては許可申請なくって、表示できるよう。で、3番目は、消費者庁に届け出をするということになります。こういった違いがあります。で、 え、では、過剰摂取や近畿による健康被害防止をするために注意喚起表示が義務付けられてということで、ちゃんと書くべきことは書いて、出してくださいよというのが食品です、はい。で、一番下にありますように、特報のマーク、ご覧になったことあるかもしれません。じゃあ、特報として、サントリーの、ちょっとこれあんまり会社名出してよくないんですが、クロウロン茶っていうのは特報です。 で、普通のウーロン茶は、えー、リッターで売ってるやつもあるかもしれませんが、えー、特報ではありません。じゃあ、どこが違うんでしょうか、えー、興味のある方は調べてもらったら、多分3というホームページがありますが、それほど成分が大きく違うわけではありません。ちょっとした工夫があるということで、えー、特報になります。で、えー、効果としては、もちろん、えー、いわゆる、えー、脂質の代謝を抑えるとか、まあそういったものがあるということですね。はい。 じゃあ、えー、特保はどうやって、えー、認められるかということで、許可の条件、こういったものは認められますよということにあります。で、さっき言ったように、薬ではありませんが、健康の良い増進が期待できますよ。血圧が、えー、の上昇を、えー、抑えることができますとか、血糖値の上昇を抑えることができます。そういったものですね。で安全であること。当然、食品ですから安全になるといけません。で、えー、適切な接種量が設定できているということは、標準にとって非常に重要です。 で、えー、あれ、間違えてますね。二つ安全であると、まあ、しつこく言ってますから、絶対安全ないといけないということで、えっと、関与成分含量が測定できる。つまり、何がどんだけ入っているかっていうのは、やっぱり表示をしないといけないということで、測定があります。で、それを、あの、いわゆる試験するときも、その成分を測ることができるということです。あとは、一般的な栄養素性を著しく損なっていないということで、変に、 え、その成分に偏っていたりとか、そういうことではなくて、あくまで食品ですから、その範疇の中でということになります。え、日常的に食べられる食品で医薬品として使用されてないものを使うというのもあります。え、いわゆる医薬品とこのあたりで、え、厳しく明確に区別がされています。で、一番重要なところは科学的エビデンスがあるということで、どんな効き方をするのか、え、作用基準が明らかということと、 人での有効性のデータが示されているということで、これちょっと後からお教えしますが、データをちゃんと示していかないといけないということで、それも効果として有意な差がないといけないというのが、あります。これが、許可を得られるための条件となります。一つだけ例示します。顔のヘルシア、ちょっと古いかもしれませんが、いろんなヘルシアが今出ていると思います。で、許可表示、こういうことを書いてもいいですよっていうのが、ここに書いてあります。 で、右側に、ここに書いてあるポリフェノールの一種ですね。えチ、ー、ャカテキン。ちょっと後からあまり構造式出ないんで、ついでにここで言っておきますが、ポリフェノールというのは、えー、ベンゼン管つまり、えー、左のところで言えば、そのベンゼン管に OH 機、水産機がま複数ついてる。まあ、こういった、えー、構造を基本にしていくということで、この場合は、えー、ご覧いただくとわかるように、水産機いっぱいついてますね。こういったポリ、えー、いわゆる、 たくさんついているということでトリフェノルと言います。はい。えー、と、許可表示については、茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。体脂肪がつきにくいですよということになりますね、まあ。そういったものが歌うことができるということになります。はい。特報の例です。まあ、ここにあるように、左側にあるように成長とか、 さっっきやった血圧調節とか、えー、血糖値の調節とかコレステロール中性脂肪、えー、肥満とか高血圧とかそういったことを謳ってますよということで右側にありますがほとんどは微生物が作ったものあるいは植物が作ったものということでそういうものを食品の中から探してきてでそれを、まあ、たくさん入れてあるいはそれを調整した 形で食品として売っているということになります。かなり量的にはありますが、えー、いろんなことが書いてありますが、化学物質としての分類っていうのはさっき言った、そんなそれほど多くはありませんよということが言われています。まあ、これからどんどん、え特、ー、語は、えー、たくさん出てくるでしょうが、まあ、そんな状況になっています。はい。えー、植物由来の薬と食品の、えー、違いをここにまとめました。えー、両方とも植物から来てます。薬としての活用ということで、もともとは民間伝承から、 始まりましたで。もう本当に古い昔から、まあ、チンパンジーがいくら進化しても人にはなりませんが、まあ、そういった類人猿に近い状況のところから、えっ、ー、と、人は薬を使ってたということで、で、成分にこだわって、その成分を抽出して使おうというのが西洋医学です。で、真ん中の方の漢方医学というのは、えっ、ー、と、いわゆるその薬、 え、いわゆる植物なら植物、あるいはそれを混ぜて使おうということで、成分にこだわらずに使うということで考えています。それからどんどん新たな展開があります。ただ、この有効成分の利用っていうのはありますが、えー、例えば、えー、薬用植物の中で一番最初に物質が単に生成されたのがモルフィネアなんですが、言ってもそんなに古い話ではありません。ですから、多くの場合が、やはり混合物を、西洋医薬の場合は使ってましたし、漢方の場合は、 薬そのものを砕いたりとか煎じたりとか、まあ、そういう形で使ってたということになります一方食品も、まあ、いろんな形で当然使われてましたで伝統食品というのも発酵生産とかいろいろありますが、えー、やはり食品は食べるだけ、えー、栄養になるだけではなくって古くからやはり衣食同源とか薬食同源といいますが体にいいものあるいは 元気になるもの。そういった意識で職員は取ってました。まあ、それが、今言っているような、保険、機能、食品に、変わっていってるということになります。そういう意識で食品を使ってきたことは間違いていません。まあ、この両者に対して、新たな展開っていうのが今、行われようとしています。で、一つは、えっと、厚労省の政策として、いわゆる医療費が、高齢化が進んで非常に高くなっています。ですから、あんまり薬を使わない。 食品で済むところは食品にしてくださいねっていうのが、え、機能性食品、そういったものを推進している一つの証拠です。いわゆる開発費とか薬価、つまり値段っていうのは全く医薬品と食品違うので、まあできれば食品を使ってくださいねっていうのが今国の政策でもあります。はい。 それでは、アンチエイジングの話をしたいと思います。で、ここから先は、今までもたくさんあの物質とか、えー、機能が出てきたんですが、活性酸素の消去、いわゆる抗酸化に限って話をさせていただきたいというふうに思います。はい。えー、いろいろ成分出てくるのは、ちょっと今のまでのところが主だったんで、えー、もしご興味がおありでしたら、えー、さっき言ったようなキーワードで調べてもらったらいいと思います。 まずはアンチエイジングです、まあ。いろんな定義があるんですが、これは健康長寿ネット、えー、長寿科,、えー、科学振興財団の定義です。アンチエイジングっていうのは、高加齢を、えー、意味する言葉である。で、実際の年齢に逆らうことはできません、まあ。人は死ぬわけですから、年はもう平等に取るわけですが、それに逆らうことはできませんが、その意味として高老化となります。つまり、えー、いわゆる年齢と老化っていうのは、 えー、比例はしません。比例はしませんと人によって違います。で、どんどん老化は進むんですが、その速度は人によって違うし、えー、生活環境とか食環境によっても違うということで、まあそういう意味では、えー、高枯れ高老化っていうのをアンチエイジングと言います。いつまでも若々しい、えー、心と体を維持したいっていうのは皆望むことです。えー、若く見,、えー、見せたい、見られたいっていうのもあります。できるだけ長生きしたい。当然人の共通の、えー、いわゆる願いだと思いますが、 ここ数年、高齢者がいつでも元気で、健康で年を重ねていることに対して、サクセスフルエイジングというのがあります。つまり、健康寿命、いわゆる普通の寿命ではなくって、いわゆる自分で自立した生活がちゃんとできる、いつまでできるかというのを、健康寿命と言いますが、それをちゃんと伸ばしていこう。そして、死ぬときはコロッと死んでしまおう。というのが理想です。 ええー、まあ、なるかそうはいきませんが。で、このアンチエイジングをフルエイジングと対比させていけば、アンチエイジングというのは、やはり、ええー、若年層とか中年層まで使っていい言葉じゃないかなと思います。フルエイジングというのは、やはりもう少し年配のところで、しっかり人生を全うしようという、そういった意味合いなんで、ええー、アンチエイジングというのはもう少し若い層から考えていくことができるんではないかなと思います。はい。今、アンチエイジング医学っていうのも非常に、えー、言われてます。これは何ぞやというと、 健康な人のさらなる健康を指導するというプラスの医療の考え方を持っています。つまり、究極の予防医学です。えー、薬とかそういった医療でこう治療していくんではなくて健康を維持していこうという考え方です。えー、元気に長寿を享受することを目指す議論、実践科学を定義とします。えー、どんどんこういった考え方がえー出てきています。ですから、病気になって20年も30年も患って、 えー、本当に苦しい思いをして、やっと、えー、天井を全うできたという人もいるかもしれません。そうではなくて、さっき言ったように、できるだけ長く健康で、えー、暮らしていこうというのが考え方です。まあ、そのための医学っていうのが、当然科学的に根拠を持ってやっていきましょうということになります。まあ、そういった中で今日お話しさせていただく食品っていうのは非常に重要になります。そして、まあ、 アンチエイジングというのはイコール老化ということにはなりませんが、やはり老化と活性酸素、そういったものはものすごく深くつながっています。まあ、その辺の話を今日はこれからしようと思います。はい、ちょっと一休みということで、えっと、少し話題を変えますが、 えー、地球上における大気の変化と生命の誕生ということで、実は、えー、地球というのは46億年ぐらいまでできました。その時にどういう状態だったかというと、いわゆる、えー、地球上には、えー、隕石がどんどん落ちてきて、マグマが、えー、うねって、えー、陸地も えー、海もなないよう状状態でマグマグめった状態ででママグがたすその時何があったかというとこれは太陽とかその辺も同じなんですが水素とヘリウムからなって大体80対20のパーセンテージで大気は最初は一番最初は水素とヘリウムでしたで、えー、いわゆる星の間のいわゆる天体と同じような素性のものが一番最初はあったということでこれが地球を取り囲んでた最初の大気になります。 でところがですね、水素とヘリウム、まあ、どっかで飛んでいきそうになりますよね。当然、そうです。飛んでいってしまったというか、宇宙に飛んでいってしまいました。で、第二大気ということで、何が起こったかというと、えー、どんどんそういった水素とかヘリウムが飛んでいってしまって、残ったのは、さっき言ったマグマの状況ということで、えー、何が一番多いかというと、90.7%水蒸気でした。もうこんな蒸し暑くてどうしようもない。で 温度は高いわ。えー、こんな状態はて、ちょっと想像してみてください。えー、水蒸気が90.7%ということは、で熱しされてます。どんどん上に上がります。つまり熱を持って、どんどん水蒸気が上に上がっていくわけですね。そうすると、宇宙との境目のところで、えー、そこから、えー、その熱を赤外線として宇宙に放射してしまいます。そうすると、冷やされて雨になります。で、雨が、えー、今度は地球の引力に、 引っ張られてて落ちてきます、まあ、今もそうですが、えー、あれは引っ張られて落ちてきている雨なんですが、えー、そう考えてくるとどんどん下に行くに従って、えー、1回冷えたものがもう1回温まってきますですから地上に届きません下はドロドのマグマですからでもう1回上に上がりますでまた押してくる上がる地上に届かずにいわゆる大気の、えー、低いところと高いところを 水蒸気が雨の状態と水蒸気の状態で行き来します。で、何が起こるかというと、マグマに熱されているということは、その熱を上に上げて、さっき言ったように、宇宙に逃がしてます。ということは、どんどんマグマは冷えていきますよね。で、そういった状態になります。で、えー、そういった状態を考えると、第二大気っていうのはそれが起こったということで、水蒸気と二酸化炭素の状態だったんですが、 ここでどんどん冷えていくとどうなるか。つまり今まではマグマがあって、下に水が、雨が届かなかった。で、どんどんマグマが冷えてくると固まって陸地になります。そんな蒸気が出てきました。で、陸地ができて、で、落ちてきた、地上に落ちてきた水は当然、えっと、一部は水蒸気として上がるんですが、海になります。水が溜まって海になります。ここで陸地と海ができました。で、 えー、それが、そういったものが、陸地と海が発展、発達しようとしているときが第二大,、えー、大気の蘇生ということで、これがまさに、えー、陸地の誕生ということで、40、えー、億年前ぐらいということになります。まあ、地球が誕生してから、五、えー、5, 5、6億年ぐらいですね。で、つまり、えー、マグマが固まって陸地になって、えー、いわゆる水蒸気が、えー、雨になって落ちて海が形成されました。 これが第二大気です。まだまだ生命は出て、できていません。はい。これは、えっ、ー、と、ちょっと面白い図だと思うんですが、その466年前から現在を365日に置き換えて考えたらどうなるかということで出てます。で、えー、ちょっと見にくいと申し訳ありませんが、例えば左の一番上のところは、いわゆる太陽系の誕生で、そのあたりから、えー、いわゆる えー、兄弟で太陽系の惑星っていうのができてきたということなんで、えー、それが大体46六億年前です。それからさっき言ったのは結構早い時期に陸地と海ができました。で、海ができると温度はすごい高かったんですが、ここでもうすでに原始バクテリアということで、生命の誕生に至ってます。まあ、こんな状態でずっと流れていったということで、まあ、このぐらいの大気が40億年ぐらいですから、えー、第二大気です。で、まだ酸素はありませんでした。 今度は第三大気。今の、えー、現在の大気は第三大気と言われますが、いわゆる、えー、一番最初、さっき言った雨が地球上に降りてきて、えっ、ー、と、海になったと言いましたが、まだまだマグマも、えっ、ー、と、マグマとか火山とかありますから、非常に高い状態で、えっ、ー、と、水蒸気もになっているということで、海水温が150度でした。 なんで100度じゃないんだろう、150度に行くだろうということで、まあ、沸点上昇ということで、中にドロドロのものが溶け込んでたんじゃないかなと思いますが、その時に、今の、この辺がすごい面白いところなんですが、本当に地球大丈夫なのかと思うんですが、火山性のガス、これ、ノックスソックスです。つまり、硫酸、硝酸、そういったものが溶け込んで、共産性になったということで、海が酸性になっています。ですから、こういったものがこのように溶け込んでるから、いわゆる、 えー、沸点上昇で、150度まで海水温をあったということになります。で、今度は大気が水蒸気から抜けました。いわゆる雨で抜けたんで、大気、第二大気の水成分の二酸化炭素の量が急激に減りました、えー。なぜかというと、二酸化炭素は水にすごい溶けやすいんで、海に溶け込んでしまったということで、こうして水蒸気と二酸化炭素が減ってしまった。その状況が第三大気、ほぼ今の大気ですが、 窒素が78%、えー、酸素が21%ぐらい。あとはアルゴンと二酸化炭素ということで、このアルゴンというのは結構ずっと同じような量があ,あ,のあったんですが、まあ、これも比率が変わっています。二酸化炭素はなんと0.03%。でも、もうすぐ教科書が0.04%に書き換われるかもしれませんが、我々が、えー、中学校の頃ぐらい0.032%か33%と言ってましたが、今は0.03、8%ぐらいです。 つまり温暖化で、えー、どんどん二酸化炭素の濃度が上がってます。せっかく水に溶けて二酸化炭素量が減ってるのに、また二酸化炭素,素量が増えてる。さっき言った酸性雨もあった。つまり、いわゆる昔の大気の状態に変えってんじゃないかということで逆行してます。で、えー、そういったとこもあります。はい。 で、そんな形であったんですが、えっと、二酸化炭素が、えー、まあ、海に溶け込んだ状態で、ここで初めて、えー、陸地の岩石ですね。陸地が出たとこには、えー、岩石があって、それにナ,ナトリウム、カリウム、カルシウム、そんな、えっ、ー、と、イオンが入って、それが水に溶け、えー、海に溶け込み始めました。海には硝酸、えー、硫酸がいっぱいあったんですが、こういった、いわゆるアルカリが溶けると、中和されます。 で、海の水が中和されて、生物が住めるようになりました。で、生物が住めるようになると、えー、そこで、えー、いわゆる光合成をするシアノバクテリアが出てきて、光合成が始まりました。で、光合成が始まると、二酸化炭素と水から、えー、有機物と、えー、酸素ができます。ここで酸素が爆発的にたくさんできました。で、 皆さん、不思議に思うかもしれませんし、全然不思議に思わないかもしれませんが、皆さん、今21%ぐらいの酸素の中で暮らしてますが、皆さんが吸ってる酸素は全て植物。全てとは言いませんで、ね、99%は植物が作ったものです。つまり、えー、なんとなく酸素を吸ってますが、えー、昔は酸素なんかありませんでした。全て生物が作り出した物質として酸素があります。で、今度は酸素ができると、それが、えー、いわゆる大気圏に上がってオゾン層になります。 オゾン層は紫外線をカットするんで、宇宙から降り注いでた毒性の高い当たったら死んでしまう紫外線が遮断されました。で、今までは紫外線が届かない海の中にしか生物はいなかったんですが、オゾン層ができたおかげで地球上に紫外線が届かなくなりました。で、ここで生物が、えー、地上に上がってきたということで、こっから爆発的に生物の種類が増えていったということで、で、えー、その状態、なぜか酸素、窒素、 酸化炭素の比率ってあんまり大きく変わってないんですが、今の大気は維持されてますよということになります。で、ここの組成というのは、水蒸気が4%、5%合うんですが、水蒸気を抜,き、えー、と抜いた乾燥大気で測っています。そうすると、えー、窒素と酸素が、いわゆる4対1の状態で入っています。はい、えー。ちょっと余談でしたが、えー、それを考えてみると、こんな形になります。で、ちょっと見にくいかもしれませんが、えー、なんと、 えー、その46億年を365日に例えると、えー、ここに書いたような状態で、ほんの一瞬です、我々が生きているのは。で、えー450億年えー、450万年ぐらい前なんで、えー、いわゆる、えー、っと46億年分の、えー、っと450万年なんで、ほんとの一瞬です。つまり、人類がここに誕生してきたのは、大晦日の。 午後4時です。で、まだまだ人間はそんな死んざもんです。ところが、この300年、400年で、えー、人間活動の活発にな、もう爆発的な増大によって環境が破壊されてしまうというのが現状です。で、環境が破壊されるとなぜか大気が元に戻ってしまうという逆行をします。そうすると、まあ、生物はどんどん死んん死でしまって えー、例えば2050年ですね。私は、えー、死んでるかもしれませんが、今日朝のテレビでちょうど言ってましたが、今の農地は90%ぐらいダメになると言われています。つまり確実に、えー、人は滅びる直前まで来てるのかな。なんかしないと、えー、直前まで来てるのかなというふうに思います。はい。それは余談で、今日は酸素の話なんで、えー、途中で6500年前に、えー、っと、アメリカのちょっと南の方かな。隕石がぶつかりました。 隕石がぶつかったんで、その時に75%の生物が死んでしまいました。なんと75%です。それでも、えー、ちょっとその前に出てた哺乳類はなんとか生き延びました。で、えー、それからなんと進化を重ねて、えー、現在では全世界で870万種ぐらいの生物がいると言います。言われています。だいたいその10%しか名前は知られてないんですが、えー、陸上と地上にそれだけの生物がいます。 1一冊では1000、えー、万種を超えるんじゃないかと言われてますがところがですね、えー、現在年間4万種ぐらい、えー、生物が絶滅していますこんだけパンパンに、えー、進化したのに、えー、人の、えー、活動の影響でしぼんでしまっているというのが現状ですあと1500年ぐらいすると地球上に全く生物がいなくなるペースで今、えー、生物は絶滅しています、まあ、これも余談の話ですがこんなところですはい じゃあ、酸素の話をします。さっき言ったように、光合成が酸素を作ってくれました。で、それを吸って、えー、生きる生物、我々もそうです。呼吸をします。で、呼吸っていうのは、酸素を使う呼吸と使わない呼吸があるんですが、圧倒的に酸素を使う、えー、呼吸っていうのは、エネルギーがたくさんできます。ATP ですね。アドヌシン三輪差がいっぱいできます。これによって、えー、動物は、生物はアクティブに、非常に活発に動けるようになりました。 でもそれが生物の進化。で、ひいては人の文明の発達につながったということなんですが、で、同時に呼吸をすると、えー、つまり、えっ、ー、と、二酸化炭素と水から有機物と酸,酸素を作るんですが、その過程で数、数パーセントは活性酸素に変わります。つまり、呼吸をすると必ず活性酸素が出ます。で、 活性酸素が出るということは、どんどん老化してしまう。活性酸素、非常に酸化力が強いですから、いろんな体の大事な物質を酸化してしまって、ダメにしてしまうというふうになります。じゃあ、息止めていったらいいかもしれませんが、息止めれません。つまり、呼吸している限り、人間を必ず老化しますで。老廃物もどんどん溜まっていきます。そんな状況で、いわゆる呼吸っていうのは、こんだけ生物を反映させた非常に重要な、 えー、酸素っていうのは物質なんですが、そのために生物は、えー、短い寿命でどんどん、えー、スパンを繰り返していくようになりました。人間もそのうちの一人だ、えー、そのうちの一種だと思いますが、えー、そんな状況で呼吸っていうのはもろはの刃です。そうか言って呼吸を本当に止めれないんで、えー、っと、それしかやりようはないんですが、だから必ず人は死にます。老化して死にます。仕方がないことです。はい。それで、えー、っと、 呼吸って何,何ぞやということで、結局は有機物を、えー、光合成で作った、いわゆる、えー、と体の中に溜まった有機物を酸素で燃やしているだけです。つまり火つけて燃やしているのとほとんど同じです。えー、紙、火つけて、温度で上げて燃やしてしまうと、えっ、ー、と、出てくるのは二酸化炭素と水です。ですから、えー、そういった具合に、いわゆる光合成と逆の反応で、逆の反応とは言いませんが、いわゆる有機物と,、えー、と酸素を反応させて、 え、燃焼させて熱を作る。で、そのか熱が化学エネルギーとして、えー、人は使って運動したりとか行動したりするということで、酸素、えー、呼吸っていうのはエネルギーを作る源。つまり、自分の体の中の有機物を燃やしてエネルギーにしているということになります。はい。えー、ちょっと呼吸の話が長くなりますが、まあ、などこでやってるかというと、ミトコンドリアで呼吸やってるんで、えー、そういう形になりますが、えー、これが、えー、 溜まりすぎると、えー、呼吸によって活性酸素が溜まりすぎると酸化ストレスになります。いろんな原因で酸化ストレスが溜まりますが、それが老化を起こしたりとか、癌はそれだけではありませんが、癌とか生活習慣病の発症原因になるというのが言われています。ですから活性酸素っていうのは、えー、いろんな意味で怖い物質。でも、これがシグナル伝達物質になったりとか、排卵とか、えー、文化にも効いているということで、これまたもろ葉の刃ということで、 良いい面面とと悪がありままますすをめてたくさん活性酸素の種類あります。我々が今吸っているのは三重高酸素と言いますが、えー、1つ、冷気が入って、電子が、えー、冷気された状態を一重高酸素で、えー。そこから一電子還元されたのがスーパーオキシュドライジカルで。加酸化水素はご存知ですね。 で、あまり知られてませんが、一番、えー、酸化力の強いのはヒドロキシラリカルということで、必ず化、えー、酸化水素からできる物質としてあります。ですね。まあ、その他にも酸素に由来しないものという形で、直接由来しないものということで、いろんなラジカルを活性酸素という場合があります。ということで、えー、この、こういう活性酸素が体の中をぐるぐる巡ってますよということになります。じゃあ、生物はどうやってるかということで、 先ほどの説明の中にあるように、生体内には活性酸素の障害から、えー、生体を防御する抗酸化防御機能が備わっています。これどっかの文章そのままでちょっとあのまどろこしい方ですが。で、動物が地球環境の変化の中で種を維持するために獲得した優れた機能です。これがなかったら種は進化してません。今生き残ってないでしょう。えー、抗酸化という本当に基本的な重要な機能を え、しっかり獲得したものが今、死を反映させているということになります。はい。呼吸によって生命活動のエネルギーを得ている限りは、つまり生きている限りは、酸化ストレスによって老化が進むことは避けられません。えー、皆さん、始皇帝が徐服に、えー、探させた不老不死の妙薬っていうのはご存知でしょうか。えー、また別なところで、いわゆる動詞ですね。あの、いわゆる、えっと、 え、道教とか、いわゆる、えっ、ー、と、魔術師ですね。その人たちが、金丹という、えー、なんと、鉛とか水銀から作った岩浴を、不老不老不死の薬だという作ったらしいですが、まあ、結局、不老不死の薬なんかありえません。で、えっ、ー、と、この徐福という人は、熊野田らですね、えー、紀伊半島の、えー、あたりに来て、持って帰るにそうになったものがあったそうです。何かというと、昆布だそうです。 で、その地方の人は昆布食べて長生きしてたんで、これが不老不死の薬だと思って持って帰ろうとしたという話があります。こそか本当かわかりませんが、まあ昆布はいいかもしれませんね。はい。えー、っと、人の健康に影響を与える因子ということで、ここにあるようにいろんなものがありますが、結局は酸化ストレス、活性酸素を生んで酸化素として我々の体を蝕んできます。じゃあ何とかしないといけないかということで、えー、もう非常に単純な話最後は活性酸素です。 はい。じゃあ、さっきあったようにどうしますかということで、酸化ストレスが増大する要因の排斥をともに、えとともに、つまり、環境因子をきれいにしないといけない、つまり、抗酸化の物質とか、社会的なストレスを回避しないといけないということと同時に、食品や化粧品として、こういった機能を強化、代替できる物質、つまり抗酸化機能を上げていけば、 えー、ガが防げたりとか、えー、老化を加速するのを抑えたりとか、生活習慣病のリスクを下げれるんじゃないか。まあ、これが、まあ、アンチエイジングにつながるということで、今日はいろんな植物の、えー、機能の中から、抗酸化、活性酸素の消去の話を今からします。はい。酸化ストレスの防御機能というのは抗酸化機能です。 さっきやったように、じゃあどんな機能が備わってますかということで、二つあります。一つは活性酸素の発生を抑制したり、発生した活性酸素を消去する機能です。もう一つは、えー、酸化ストレスによって障害を受けたものを修復再生を、えー、促す機能です。ちょっと今日は一番の方に、えー、焦点を絞りますが、えー、どういうものがあるか。二つあります。いわゆる酵素によって活性酸素を消そうということで、 ここに書いてあるように、それぞれの活性酸素種を消すものとして、スーパーオキシドリスムターゼ、カタラーゼ、グルタチオンペロキシザゼなどがあります。で、もう一つは、そういった活性酸素を消去するような抗酸化物質を考えましょうということで、生体内ではグルタチオン、ビタミン C、ビタミン E、ポリフェノール、カロテノイド、これ植物からとりますが、そういったものがありますよということで、こういった機能によって、いわゆる活性酸素の消去を担っています。 ただ、それを超えて、えー、活性酸素が出てしまうと、ストレスがかかってしまって、さっき言った老化が済んだりとか、生活習慣病になりますよということです。はい。活性酸素を消去する抗酸化物質、もう一回まとめておきます。えー、なぜ植物が使うかというと、不思議ですよね。なんで動物じゃなくて植物を使うか。なぜなら、植物は光合成をするときに、動物以上の、動物の呼吸の何倍もの活性酸素を作るからです。 つまり植物は活性酸素から逃れる術を知っている。その時に非常に強い抗酸化物質、活性酸素を消去する優れた物質を作ります。それを、えー、我々がいただいている。我々だけの動物もいただいているということで、植物のそういった優れた抗酸化機能をいただいているということになります。 はい。人類は経験的に植物から活性酸素を消去することができる物質を取っています。ポリフェノールやカロテノイド類ですね。そういった抗酸化物質が食品成分として用いられています。で、医薬品と異なり特定の作用点が明らかになってなくて、まあ単純に活性酸素を消すという作用しかありませんが、まあ単純な分だけ非常に優れた物質として使われています。 ところがですね、ここにあります。多くのものが今使われている、食品中に入っている、機能性食品で使われているのはポリフェノールかカロチノイドです。聞いたことあるかもしれませんね、ポリフェノールって。え、アントシアニン、カテキン、え、フェラ、え、フェルラ酸、クロロゲン酸、これコーヒーに入ってますね。クルクニン、生姜を。カロチノイドの方は、え、ベータカロテン、え、リコペン、え、アスタキサンシン、ジアキサンチン、え、ルテイン。 気象院入ってそうですね。こういったものが植物での抗酸化物質で知られてるんですが、もっともっとたくさんあるはずなのに、さっきも言いましたように結構限られています。ということはもっと探せばもっとすごい抗酸化物質があるはずです。じゃあ、探しましょうかということで、現在、基地の生物、175万種のうち、えっと、植物は27万種とられてます。 い、えー、未だに知られてない植物が数多くあるということで、えー、まだ5分の1、6分の1ぐらいしか知られてません。で、水性の総理も含めて、まだまだ知られてない植物があるということは、もっともっと優秀な、えー、抗酸化物質がたくさんあるでしょうということです。特に植物資源は、和歌山県非常に豊富です。これから一緒に探してみませんかということで、多分、えー、いいものが見つかるんじゃないかなと思っています。はい。 あとは、抗酸化能を有する物質の探索をするために何が必要かということで、じゃあ、和歌山県のいろんなものを持ってきて調べましょうかといったときに、やっぱりハイスループットということで、簡単な高感度の方法で、えー、測らないとなかなかちゃんとスクリーンはできません。これは最近すごい技術が進んで、えー、かなりしっかりしたものができるようになりました。あとは、これも、えー、機種の医薬品の中から探していきましょうかという考え方をちょっと今日紹介します。 これ、ビンブラシン、ビンクイシン。あの、いわゆる抗がん剤ですが、これ、えっと、インドルアルカロイドということで、えー、ここに書いてあるような、えー、物質になります。非常に複雑な物質なんですが、えー、あと、モルヒネですね。さっき言いました。もう未だに、えー、これ以上の鎮痛作用を持つ物質はないと言われるぐらい、もう長年、2000、3000年、えー、人は使ってますが、モルヒネがあります。 これ非常に生理活性両方とも強いです。抗がん剤と鎮痛剤ということで、生理活性強いんですが、えっ、ー、と、先ほどの、こっちの方がね、えっ、ー、と、ビンブラシンの整合性経路です。で、こっちが、モルヒネの整合性経路。あの、こんな複雑な経路できてますよということだけ見ていただければいいんですが、要するに、ビンブラシンを作る工程も、モルヒネを作る工程も酸化反応です。で元々は、一、えー、回、 脱炭酸をして還元してからそこから酸化反応を繰り返しながら、えー、こういう物質を作ります。ということはこういった生理活用の非常に強い物質は酸化物として作られている。酸化物として作られているということはその過程で還元反応が起こっていてつまりその前区体とか地合成の中間体っていうのは非常に優れた抗酸化能を持っているんじゃないかという可能性があります。ですからこういった基地の物質 特に強い、強い生理活性を持っている物質の中間体、全区体から非常に優れた抗酸化能を持っている物質を探すことができるんじゃないか。ただ、最後の物質の生理活性が強い分だけ、いわゆる安全確認が必要ということで、これ自体が強い生理活性を持ってないようなものを探していかないといけない。ただ、これは基地の物質なんで非常に探しやすいです。こういった方法で新しいものを探していくのも一つの手じゃないかなと思っています。 実際我私の研究というのはこの辺に、えー、焦点が絞られています。はい。もう一つ、グルタチオンの話をします。えー、さっき言ったように、グルタチオンというのは、えっ、ー、と、生体内で非常にたくさんあるチオール化合物で、それ自体が活性酸素の消去に持ってますし、活性酸素を消すときの、えー、酵素の反応の基質になります。 で、右側の図でちょっとわかりにくいんですが、えー、オレンジの棒が引っ張っているところはグルタチオンです。こういった物質があるということで、生体内では非常に、特に細胞内では非常に多岐にわたって優秀な物質です。で、ところがですね、優秀な物質なんですが、その下に書いてあるように、老化とか慢性疾患を患った細胞では、このグルタチオンの優秀な代謝系が崩れてしまって、えー、効かなくなる。 というのがあります。ですから、細胞内のグルタチオンが補充できなくなるんですね。こういったことがあります。じゃあ、どうやったらいいのということで、えー、グルタチオンの機能をしっかり高めよう。で、もう作用はもそれだけなんで、えー、さっき言ったように、グルタチオンの対策を活性化するような物質を探したいだとか、あるいは、直接グルタチオンに変わるような全具体を、えー、作用させてあげればいいんじゃないかということで、えー、こういうような二つの方法があります。 で、えー、ここに、えー、二重線を真ん中に引いてますが、ガンマグルタミルステインというのがあります。これは私の研究ネタなんですが、えー、この物質は、えー、普段は細胞中にほとんどないんですが、グルタチオンの代わりに、えー、細胞内の中によく取り込まれます。で、単純にグルタチオンに変わってくれるんで、機能としては非常に単純なんですが、さっき言ったように、 え、へたってしまう整合性反応の中間体が供給できるわけですから、そのままグルータチオンに行けるということで、今、いろんなところで非常に盛んに研究されています。こんな形で、え、いわゆる細胞内で高活性、抗酸化活性の、あるいは活性酸素の消去を担うグルータチオンの機能を高めてやることが非常に重要ではないかということで、 こういった物質を食品として取ることはアンチエイジングには非常に優れた方法ではないかなと思っています。はい。もうこれでまとめになりますが、薬と食品ということでこんな分類がありましたねということです。じゃあ、タイトルです。植物の酸化ストレス防御機構を利用したアンチエイジングで何があるだろうか。で、薬学の特徴です。 今までは食品って言ったら栄養学部とかあったんですが、やはり人の健康に対してしっかり、あの、貢献しようとすると、薬学の医学的な、いわゆる医薬品を扱った知識をちゃんと利用すれば、もっともっといいものが見つかるんじゃないか、いいものができるんじゃないかということで、ただし、今最初から言っているように、医薬品と食品は違います。食品に対してどういうアプローチをするかというと、ここに書いてあるように、安全性の確保が必要です。毒性副作用が食品の場合あってはなりません。 作用点を解明しないと、なんとなく食品どこに行くか分かんないとなります。あとは、なんと言っても体の中に入ってどうするか。アドメって言いますが、どうやって吸収されて、どういうふうに分布して、どんな形で代謝されて排泄されるか。こういったものを食品で言えども医薬品レベルと同じような形で解析しないといけないんではないかというのが、えっと、あります。はい。一つだけ例を示します。作用と副作用です。赤が主作用です。 で、青が望ましくない副作用です。横軸は対数を取ってますが、1を見てください。100%に届く。つまり、薬が全員に効いたよというところで、すでに一番下の方で副作用が始まっています。ですから、左に行くに従って量が少ないんで、この薬って非常に優秀なんですが、副作用が出るのは早いです。ところが、作用に別な薬で考えて、B の方ですね。えー、っと、いわゆる、 A に比べて効きは悪い、いわゆる右に寄っているんですが、副作用が出る濃度がもっともっと右です。つまり A と、A と B のですね、つまり作用と副作用の間隔が広ければ広いほど安全な薬です。で、同じように安全な食品です。まあ、こういった検討が食品にも必要ではないかなということで、えー、作用に、副作用に、こういったものが食品としては望ましいんではないかなというふうに考えています。 またはさっき言ったように物質の動態ということでアドメって言いますが、吸収、分布、代謝、排泄、こういったものを丁寧に食品の場合を見ていかないといけないというふうに思います。で、薬の場合は、えー、10年間かかって、10年以上かかって、数百億円のお金を使って一つの医薬品を作ります。で、 えー、できるかどうか分からない、その代わり儲けも大きいんですが、薬の場合、非常に、まあ、その分、えっと、コストが薬価に関わってくるんで、一方で食品というのは、なかなか捉えどころがないところですが、こうやって確実にエビデンスを積み重ねることによって、医薬品に代わるとは言いませんが、まあ、医薬品のサポートになる、あるいは医薬品の使用を減すことができる、あるいは結果的には活性酸素の消去で、えー、寿命を長くできるようなものができるんではないかと思います。 ちなみに医薬品の中で活性酸素消去を謳っている医薬品ってほとんどありません。ですから、食品でしかできないこと。あとは何と言っても動物と植物は同じメカニズムで活性酸素を消すことができる。ということは、植物の機能をそのまま動物に応用できる。非常に珍しい例だというふうに思います。まあ、それを食品を介してできるわけですから、まあ、非常に素晴らしい技術が成り立つんではないかなというふうに考えています。はい。えー まだまだいろんな可能性があるということで、まあさっき言いましたように、和歌山っていうのは西部資源の方向ですから、まあその中から、えー、医薬品とは言いません。食品として、えー、素晴らしい機能を持ったものが見つかればなというふうに思います。まあ和歌山県立地下大学に薬学ができましたんで、まあそういった研究も、えー、皆さんと一緒に続けていければなというふうに思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。これで終わらせていただきます。